はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第283回でございます。今週のテーマは私はうまく笑えていますかというテーマです。で、先にお伝えしておくと、今週は重ためな話になる可能性がありますので、そういうのをちょっとあんま聞きたくないよとか興味ないよっていう方はここでブラウザバックしちゃってください。でね、本題に行く前にメールとかさ、コラボとか7周年って書いてあるんだけど、そっちと先に話します。それは別に重たい内容ではないんだけど、でも多分ね、ここもちょっと長くなるんだけどさ、ちょっと聞いてて。で、まずメールなんだけど、これね、一人の女の子からもらったメールで、先週のダラダラジオでさ、ポップティーンモデルのキョキョさんの話をしたんだよね。で、あの時は前日の土曜日に撮ってて、で、翌日の日曜日の午前中にね、キョキョさんからリプもらってさ、そう、で、ちょっとやり取りさせてもらって、仲良くなったって言い方はあれだけど、認知をさせて、してもらったのさって、そう、してもらったのね。で、まあ、キョキョさんの話をしたので、好きな方からね、ぜひコラボしてくださいとか、そういうの結構もらってたの。で、その一人の子が、そのコラボしてくださいみたいな話、コメントをくれてたんだけど、そのリプにね、そのコメントのね、こう枝の部分に、自分のね、アンチがね、皮肉みたいなことをね、書いた輩がおりまして。で、俺はさ、もういろんなこと言われ慣れてるから、まあ、そこそこの免疫があるというか、まあ、気にするけど、気にするけど、でも大丈夫なのよ。でもね、その子がすごく気にしちゃって、で、わざわざね、メールをくれたの。私がコメントを書いたから、ああいう風に言われちゃってって、すいませんでした、みたいな。そう、コメント書くの自粛した方がいいですかね、みたいなものを書いてくれてさ、もう、なんていい子なんだ、と思ったし、もう、アンチは普通に書いてこいよ。枝に書いたらその子気にするから、っていう風に思ったんですけど、でまず今回伝えたかったのは、その気にしなくていいんだよ。みんなが思ったことを書くのがコメント欄なので、で、コメントも全部が全部。だって新しい動画のコメントはね、今日投稿したとかのコメントはほとんど見てるんだけど、結構過去の動画にもコメントつけてもらうことが多いので、そこまではチェックできてないんだけどさ。でも、コメント見させてもらってて、本当に元気出るし、嬉しいし。そう、だからね、あんまりそういうの気にせず、普通に書いてもらえると嬉しいな。厳しい意見とかさ、そういうのも自分の糧にできるようにはしてるので、ただ、その皮肉とかさ、死ねとかさ、うざいっていうのは違うじゃん。気にする必要ないじゃん。それはね、もうオールスルーですよ。ゴミ箱に捨てるかトイレに流しますんで。気にしないでください。ありがとうね、書いてくれたか、もしかしたら聞いてくれてるかもしれないからさ、と思って。ありがとうございました。他の子もこれからね、そういうことあるかもしれないんだけど、気にしないで。俺は大丈夫だから。ね。で、次コラボなんだけど、これまずね、キョキョさんの話から、そうそう、でコラボしてくださいって言われて、多分ね、そのね、キョキョさんとのコラボ動画を撮るにはね、いろんな壁があると思うんだよ、きっとね。とあると思うんだけど、できる限りその壁をね、取るものがパーってやって、ぜひ実現できるように頑張る。これはね、ちょっと34歳とさ、女子高生のコラボ、なかなか絵面的にも面白いと思うんだけど、すごく魅力的な方なの。先週もちょっと話したけどね、魅力的な方で、やっぱり自分がアダコーダー言うよりも、みんなの同世代のね、この活躍というか頑張りというか考え方を聞けるっていうのはみんなの背中を押すことにもなるんじゃないかなと思うので、そう、頑張るね。これちょっと現実にできるようにと思ってます。何の壁があるかちょっとわからないけどね。で、まあそれと、あと4月だったかな、オルタナチャンネルの内藤さんとトークコラボさせてもらったのよ。で、その動画まだアップできてないんだよね。そうで、あれってアップしましたっけ、私見逃しましたか、みたいなね、コメントももらってたんだけど、まだしてないのよ。でね、そのコラボ動画に関しては、夏休みに一気にというか、投稿しようかなと思っていて、内藤さんのコラボとか、で、実はね、半年以上前の花尾さんとの、対決したやつ、見てもらった方もいると思うんですけど、ちょっと概要欄に貼っとこうか。そう。で、その動画のもう一本実は撮ってて、そうなの。で、ちょっとこれね、大人の事情でちょっと色々あってさ、そう、素材が確認できてないんだけど、もしかしたら夏休みに、半年以上前の動画じゃないこれっていうのがあるんだけど、アップするかもしんない。でね、夏休みまでにもしかしたらコラボ動画が他のを撮る可能性があるので、まあその辺も含めてね、夏休みのお楽しみというか、まあ勉強動画もガンガン撮っていくんだけど、夏休み。まあそれと含めて、コラボ系もね、一気に、ちょっとすぐ投稿できてなくて申し訳ないんだけど、その辺もアップしていこうと思ってるので、お待ちいただければと思います。
で最後に7周年なんですが、実はね6月1日あとちょっとなんですけど、私このチャンネルの作った記念日なんです。2012年の6月1日に始めましたので、なんと丸7年7周年が経ちます。8年目に入りますね。なかなかの古算です。 YouTube と YouTuber としてはね。で、まあ、何やろうかなーって、何かやるんですかって言われたんだけど、あんま決まってなくてさ、何やろうか、なんか、こんなやったらどうですかみたいな。多分7周年だからふざけてもいいと思うんで、あったらコメント欄に書いて、結構アイデア採用するから、そういうの。と思ってね、まあ、ぜひぜひ、なんか、祝ってほしいな。普通に言っちゃったけど、まあまあそんな感じです。はい、ということで、じゃあ本題入っていきましょう。まあ、こんな感じで楽しい感じで話してきましたが、本題はちょっと重ためですね。うまく笑えてますかっていう。で、これはね、最近もらった相談メール、何通かあったんだけど、こう、やっぱ友人関係ってなかなか難しくてさ、結構みんな、どうだろう、実際どうなんだろうな、実感したことある方いるのかな。自分が友達と話してて、まあ、笑ってるわけよ。笑ってるんだけど、それをどっか、まあ、第三者目線とか、違う自分がさ、自分を見てて、それ、え、お前本当にそれ面白いと思ってんの?みたいな。本当にそれ笑ってんの?みたいな。え、俺笑えてんのかな?って。そう。あとは、そう思ったりとか、自分はあんま面白いって思ってないんだけど、やっぱ作り笑いをする癖があって、で、え、わかんない、笑えてんのかな?って思ったり、あともう自分の感情自体がどれが本当なんだろうって思ってしまったりとか。っていうのってある?俺ね、めちゃくちゃあるの、これ。うん、今もあるし、やっぱ学生時代はそれが一番ひどかったというか、うん、すごく強く思ってたのね、そういうのね。で、なんかね、ちょっとこの相談メールのこのね、聞きたかったことからはずれてしまうかもしれないんだけど、これは本当の自分っていうのがすごくわからなくなっちゃって、A 君の前ではこういう自分を演じてて、B さんの前ではこういう自分を演じてて、どれが本当っていうの分かんなくなっちゃうんだよね。うん、なんか八方美人というか、その場しのぎでこういろいろ対応してったら、ああ分かんない、もうなんか自分が分かんないってなっちゃってさ。でそれの、まあ、延長なのか分かんないけど、うまく笑えてんのかなってすごく思ってて、うん、だからきっかけというかさ、悩む元っていうのはみんなそれぞれ違うとは思うんだけど、で、まあ、今34になってさ、まあ、振り返ったりとか、今でもやっぱりちょっとそういう風に思う時はあるんだけど、でもこういう風に思ってるよっていう、やっぱみんながその悩んでる時には気づけなかったというか思えなかった視点が今はあって、それがね、どれも本当の自分じゃない気がするんだよね。だから本当の自分ってどれなんだろうってすごく探してた時期があったんだけど、今はね、全部自分なんだよって思うようにしてるの。うん、最初なかなか、うん、思い切ることはできなかったんだけど、でも、うん、今はね、それがすごくしっくりいってる。全部自分。A の自分も、B の自分も、C の自分もそう。うまく笑えてるかわかんないけど、作り笑いしてるかもしんないけど、作り笑いしてる自分もきっと自分だし。うん。だから、全部偽物なんじゃないかっていう発想じゃなくて、全部本物なんだよって思うようにしたの。で、そう思うとね、やっぱり人間だし、自分自身の中に汚い感情っていっぱいあるんだよ。妬みとか、そねみとかさ、いっぱいあるわけ。嫉妬とかにしてもそうだし。うん。で、そういうのも全部受け入れるようにしたら、結構、俺は楽になったんだよね。で、そういう相談メールを読んでて、すごく思うのが、みんなも、すごく自分を否定してしまってる子が多い風に感じるの、文面で見てるとさ。だけど、そんなことはなくて。で、やっぱり、思春期だったりとか、みんなのその世代っていうのは、自分自身に自信がなかなか持てないんだよね。長所と短所を並べて書いてって言ったら、短所がずらって書いてしまえるような時なんだよ。まあこれは大人になってもあんま変わんないんだけど、でも昔よりはやっぱ長所書けるようになったしね、今はさ。うん。だけどやっぱ、自分の嫌なところというか、自分はダメなやつだと、うん、嫌なやつだと、そういうふうに思っちゃうことが多いんだけど、そんなことはないし。だからね、ぜひみんなに、こう、まあ、そう思っちゃってるね。うまく笑えてんのかなとかって思っちゃってるのは、思っちゃってるみんなにね、伝えたいのは、こうやって思ってる自分がダメなんじゃなくて、いいんだよって、そう思っちゃったっていいって。
うまく笑えてないかもしれない、いいじゃないって、そうきっと楽しくないって思ってるのかもしれないって、そういいじゃんそれでって、何も悪いことじゃないそれは。よくね、クラスの中で馴染めなかったりとかして、自分が良くないから、自分が空気を読めないからダメなんだとか、そう場の空気を崩しちゃうからダメなんだって思っちゃう子がいるんで、もしかしたらみんな自身、その子自身にも直せることはあるかもしれない、もちろんね、あるかもしれないよ。だから自分は無敵だから、自分は何も悪くないって思っちゃうよりは、なんか直すとこがあるかもしんないなと思って、より良い自分に、より素敵なみんな自身になっていくために、変化のきっかけとして、成長のきっかけとして、そういうのを少し思うのはいいの。でも全部自分が悪いって、全部全否定に走っちゃうのは、それは違う。たまたま、まあ、40人弱35人ぐらいかな、クラス集められて、別にみんなが希望したわけじゃないんだ、クラスのメンバーなんて、たまたま集められたんだそこに。そのメンバー35人ぐらいのメンバーがたまたま気が合わないなんて普通にありえると思わない？そこで気が合う人が見つかるって、これね、実はまあ、まだ先だけどさ、内藤さんとコラボの時も結構この話をしてて、まあ、そう、その時楽しいんですけど、それがね、そうしてたんだけど、たまたま集められたんだよ。そうだから、それを自分のせいで空気が乱しちゃうとか、そうじゃないんだって。みんなにとってちょっと不運なことなんでね、運が悪かったことなんだけど、みんなに合わなかっただけなの、そのメンバーが。そうだからね、あまり気にしないでほしい。で、もしでもクラスは変えられないから、だからもしちょっとこう考えてくれるって、ちょっと余力、みんなに力があるんだったら、そのこれから先さ、例えば会社に入社した時、みんながね、入社した時に同じ時期に入ったの同期って言うんだけど、同期がさ、まあ、何10人20人いるか分かんないけど、それもたまたま集まったメンバーなわけよ、会社が選んだメンバーだから。でも働くっていうのはさ、自分というかその人が辞めない限りずっと続いちゃうわけ、メンバー、学校みたいに変わらないから。でそういう時に、もしかしたらそういう境遇というか空気感が合わない人と一緒になる可能性もあるわけよ。俺とかはさ、もうフリーランスだから自由に働いてるから、仕事を一緒にする人も選べるからさ、そういうのはまあちょっと苦にならないんだけど、でももともと一般企業で働いてたからさ、そういうのはあり得るわけ。そういった時のために、こういう風に合わないメンバーともどういう風に自分の気持ちを持っていくと自分が楽なのか、結構そういうこと、優しい子が多いからさ、周りの人がに自分がどうすれば周りが心地よくいられるかなって考えちゃう子がいるんだけど、違うよ、先に自分が心地よさを考えなきゃ。みんなの人生はみんなのために使うの、その人生の中で人のため、自分が大切にしたいと思う人のためには使っていいよ、みんなのエネルギーを。でもまずはみんな自身のために使ってあげようよってすごく思ってる。これはできなかったんだよ、そんな今偉そうに話してるけど、できてなかった、俺も本当できなかったもん、自分の存在が邪魔だし、このメンバー、このなんかクラスメートに俺の存在邪魔なんだろうなって本当に思ってたし、そうだから思っちゃう気持ちをすごいわかるんだけど、それだけで過ごしちゃうとみんなが苦しくなっちゃう、それってすごくもったいないというか辛いなって思うから、振り返るとさ。だからぜひぜひ、自分自身のためにって考えるのすごく難しいの、長所を書くのと同じぐらい難しいと思う。そうでもできないことじゃない、無理なことじゃないって思ってるから、だからぜひね、こう悩む対象とかが、さっきも言ったけど、誰かのためにって思うんだったら、それはみんなが大切にしたいと思う人のために使ってあげて、みんなのエネルギーとかみんなの時間をね、そういう風に思っています。はい、ちょっと長くなっちゃったんだけどね、これもちょっと口が乾燥しちゃって回らなかったね、今週は私はうまく笑えていますかというテーマで喋らせていただきました。あれか、あれだね、あれだって言ってもらえるけど、7年目最後のダラダラジオこれだったね。まあダラダラジオは7年やってるわけじゃないんだけど、そう、まあじゃあ次回はあれかな、8周年じゃないわ、8年目突入、カミカミだよ、突入1回目なんで、またなんかどうだろう、結構ね、こういう話してくださいっていう希望もメールでもらったり、コメントにもあったりするんで、それは たまにもやってもいいかもね。なんかあったらこういう話してくださいってあれば、まあ、それもコメント欄に書いてもらえれば、もしかしたらね、それを、あ、私のだってなるかもしれないので、よかったら書いてみてください。ちょっとね、まとまれない感じになってしまう。カミカミひどい。まとまりない感じになってしまったんですが、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。よかったら来週もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。